嬉しいです。富山さんが見てると、はい、ということで、はいはい、本日は何を教えていただけますでしょうか、はい、あのね、人間としてのなんでこんなにね西郷さんという人が多くの人に慕われるだろうか、そこにね根本的にあったのが死生観、自分がいずれ死ぬということをどう受け止めていたのか、そこに私はあったんじゃないかという独自の見解を持っております。そこにそれを話すにどこから話したらいいのか、西郷さんが亡くなった時に政府の監視官が西郷さんの遺体検分をするんです。その時懐を開けてみたら2通の書が出てきたということです。一つは、ね、以前からの知り合いで、西郷さんがある意味年下だけど尊敬していた橋本早苗といいまして、福井県ね、何藩って言いましたかね、まあ、京都であった橋本早苗、これからの手紙、もう一つがこれが「原子録」という本を西郷さんは沖永良部島に持って行ってました。そこからそのいっぱいある1200条ぐらいある中から101条、これ自分にとって大切だと思うものを書き抜きしてたわけですよ。それが西郷南州首相原子録、首相というのは自分で手書きしたという、原子録という本の中からこれは自分に当てはまるというね、忘れたくない、いつも意識していきたいという意味で、101条を書き抜いていた。これは後にそれを本にしたものですけれども、それを懐の中に入っていたということは、いつもいつもそれを反復繰り返していて、自分で自分を律していたんではないかな、そう思います。そして西郷さんが死ぬ時その覚悟ができたのが、実は沖永部島2回目の臨死体験、死の淵を歩いたんです。一度目は月照和尚との受水神流、あの時はまさに心肺停止、あと何秒遅れたら、そのまま終わっていたかもしれない。だけど天の配剤、天は西郷を生かすつもりでそういう死の淵を歩かしたんではないかと私は思っているんですが、絶妙のタイミングで月照和尚と共に船に引き上げられ、そして蘇生させられた。その時に西郷さんはまず第1回目、つまりそれまでは血気盛んで、正義感の強い若者として、まあ、あちらこちらにあるそういう人の中の好感の持てる一人の青年でしたが、その死の直前に言ったことによって、腹の据わった本当の人間力というか、そういうものが身につくの方向へ歩み出したその時、そして沖永部島で、はい、考えてみてください。生殺与奪の権を持つ殿様から死を望まれたんですよ。どこにも望みがない、なのに自分を助けるために命を懸けてくれる人がいた。牢屋の番人ですよ。それは西郷さんは久光公から苦しんでのたうち回って死ぬことを願われた。せめてもの抵抗が美しく死ぬこと、日のあるうちは書を読み、夜は座禅を組んで日々を過ごした、死は覚悟なんですよ。だけど死に方において、うろたえて
うろつき回って悪態ついて何かお前さやーってそんな中で衰えて死んでいく、それが普通はほとんどなんです。だけどその時に死ぬ最後の一時まで人であることを忘れないように、美しさを求めたんですね。光があるうちは書を読み、夜はじっと座禅を組んで、西郷さんが横になっていびきかいてる姿誰も見てない。どうしている姿、それを見た牢屋の番人土持ち正輝、ね、そんな人間が自分を助けてくれる人間がそばにいるなんて思いもしない。ただひたすらに美しく死にたい。それでそういう日々を送ったら、その美しさにね、心奪われた土持ち正輝が一生懸命自分の命を捧げて西郷さんを助けた、天の廃材です。はい、そういう時に西郷さんが死というものをどう捉えたか、ね、何度もお話今からもしますけれども、その時牢屋の中で書いた詩、そこに、ね、獄中作、一方には獄中感ありという名前がついている書もありますが、ここでは獄中作、これは詩吟の世界でこの詩をこの詩に、曲をつけて歌っております。この中に出てくる一番最後、はい、思うに人間の生き死には疑いようもなく天が付与するものである。言いましたね、今のように自分は死ぬと思ったら天は死なさなかった、偶然を装ってそこに、素晴らしい人間を配していた。自分の命よりも自分の命はこの人を生かすためにあるのだ。誘った人間がそばにいた。牢屋の住人と牢屋の番人という関係で、これ天の廃材以外に考えられますか。ドラマですよ、ね、思うに人間の生き死には疑いようもなく天が付与するものである、天が与えるものである、ね、しかしながら命をいただいてこのシャバで磨き鍛え抜いた我が魂、願いが天に届くのならば我が身が朽ちた後も魂だけはこの世にとどめ置き、高等のもと延々と続くこの国を守るために我が魂使わせてほしい、という詩を書いてらっしゃるんです。はい、つまり西郷さんはまず第一、死んだら全てが終わりじゃないという考え方、死んでも思いは残る、そして自分の思いは魂としてこの国を守り抜く、そのためにこの命と魂が分離した後、魂だけは永遠にこの世をさまよい、いやこの世にどしっといて、この国がいざという時にいつでもお役に立とう、そういうつもりで魂は現世を生きていらっしゃると私は信じてます。はい、まず第一の死生観、そうですね、魂と命は別、死んだ後も魂はその人の思いが残っていくということ、そのことをまず第一にお伝えして、そして9月、明治10年9月24日早朝、
おそらく4時頃かと思います。その時の白山のあの洞窟のあたり、そこに西郷さんを中心に数十人の生き残った薩摩藩の兵士たちがいる。桐戸利明、他いろんな武将がいて、そして桐野は西郷さんにこう言いました。先生、そろそろお願いします。何をお願いするか、ここで腹を切ってほしい。そしてその見印である首を頂戴したい。桐野はそう言ったんです。そしたら西郷さんはこう言ったそうです。おや、腹切ったらいてたぞ。おや、いてんのはすかん、切らんどと言ったそうです。もちろんこれ冗談です。だけど本心です。はい、西郷さんの人生観、よーく見てください。天があの月照さんと自炊心中の時、自分だけは命を、蘇生させた、自分はもう死んだ通りだけど、天がそのまま生かさなかった。そうですね。そしてもう今度は死ぬだろう、120キロぐらいあった体重が痩せて痩せて痩せて、ね、痩せたのには、ね、西郷さんの思いがあった。薩摩武士として、ね、薩摩の掟、薩摩の法律、ね、囚人食だけを食べたんですよ。これ建前なんです。普通は、ね、差し入れとかを食べるんですけど、西郷さんは殿から命を終えることを望まれた、ね、西郷さんとしてはもう生きることはありえないことなんです、ね、殿から死を望まれた、じゃあ選ぶ方法は死に方です。美しく死のう、ね、さっきも言いましたけど、西郷さんはそういう思いなのに、なのにそこに天はわざわざ土持ち勝ってるという男を配しておった、ね、今度もそう。はい、今朝方、今朝の官軍の総攻撃、その前で桐野は首を切れ、首を落としたいと言った。それは佐賀の乱の時に江藤新平、この男、ね、西郷さんと共に下野した佐賀藩の男です。江藤新平は佐賀の乱で首謀者として捕まり、晒し首にされたんですよ。わかります？晒し首で街中に首だけを置かれて、それをいろんなカラスや鳥がつっつくつっつく、そして日々経つうちにドーッと崩れてくる。わー、見る人はあの人がね、惨めな死に方ですよ。それだけは西郷先生にはさせたくない、ね、部下たちは皆そう思った。だから見印を早く頂戴して、それを隠して、今だったら永遠に分からないところに隠せる、ね、戦いが始まってどうこうなるうちに、ね、亡くなられたらそれも叶わないかもしれない。だから必死に、先生ここらでお願いします。それを西郷さんは無視した。そして、ね、そこで戦えば下から上がってくる、ね、政府軍、官軍、上からやっつけようとしている殺軍、ね、
相当いい戦いができるはずなのに、西郷さんはさっと降りていかれたんです。なぜか、天がどういうおつもりか確認する、これ私だけです。もちろんこれ以上の死者を出さないため、まあ、言えば大将が終わってしまえばあとは戦う意味なく、ね、投降したりして命だけは流れるかもしれない、余計な官軍の死者も出さないで済む、死を迎えて西郷さんは自分のことよりそういう周りの人々の命を一人でも救いたい、山から谷に向かって降りていかれました。そして西郷さんは二度の体験がありますので、もし仮に何かがあってまだ生きてこの国のために尽くすことがあるんであれば、それに従おう、天がもう心でいいと判断したらそれにもまた従おうと言って山を降りていった。無防備です。鹿児島の人は分かりますよね。あの白山から降りてきて岩崎谷のところに来て、今トンネルがあるところの前に信号が立ってます。そこに来たところで左脇腹、ここに弾が貫通しました。はい、近くに大きな病院がありますよね。あそこは昔は私学校の校舎跡、陣地跡、薩摩軍の主要な陣地だったんですね。そこを官軍に奪われて自分たちは尻山に登ったわけですけれども、分かるでしょう、見えるでしょう。はい、それと大事なことはね、官軍にとって殺軍は怖かった、みんな武術が優れていた、だから接近戦になったら殺軍が強いんです。刀でやり合うようだったらもう、だから政府軍、ね、官軍はもともと農民です。基本は農民の次男坊三男坊は食いぶちがないから兵隊に行ったんです。だから農民ですから刀を扱うことはさして得意じゃない、だから鉄砲です。だから近くに寄られたら怖いという思いがありますから、遠くに何か動いたら一斉に撃つんです。近くに来させたくない、だから撃ったんです。チラッと見えた、動いた、撃った、だからそれが先頭を歩いてきた西郷さんに当たった。はい、ここで伝説があります。ねえ、西郷さんの死に様わかります？美しい死に様で死んでほしかった、西郷さんを大好きな人、ねえ、わかります。だけど現実的な私の説です、ね、皆さんがおっしゃる弾が当たった時に東方、つまり皇居の方を向いて一礼し、神道もう心でよかがと別府新助に命じ、別府新助は振りかぶってごめんなと申せと言って切った。はい、これが一般的になっている西郷さんの死です。こういう死がかっこいいな、西郷さんの死としてふさわしいな、その心は私も同じです。今から言うのは私の説です。
玉が太ももと腹に、左っ腹に当たりました。そこで崩れて西郷さんは失血し、もう意識ありません。そこにやってきた別府慎介、こうやって切ると思ったら、こうやった途端に玉がバタ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 って当たるんですよ。伏せながら行って西郷さんの首をこうして引いて切ったと。検視した書にはそのように行ったり来たり行ったり来たりして切っていたとあるそうです。誰もそんなね、情景を西郷さんの最後にノコギリで引くように首を切ったなんて思いたくもない。だからぜひさっきの説を伝説として言い続けてください、ここで言いたいのは、西郷さんは決して自決をしたんじゃないということ。鹿児島市、鹿児島県、いろんな施設に書いてあるんです。知れ山で自決をしたと。あれ嘘です。せめて西郷さんは知れ山で人生を全うしたと書き直していただきたい。そうなんです。自決何度西郷さんがするはずがない。最初言ったでしょう、生死何ぞ疑わん、天の不要なる。人間の生きるとか死ぬとかというのは天の領分なんですよ。人間が犯しちゃならない、天の領分。だから西郷さんは、殺されに行ったわけじゃない。天はまだ我を必要とするかどうか確認に降りていった、ただそれだけ。そこに死があったから、死を素直に受け入れたということ。だいぶ違います。自決したとなると西郷さんの人生観の中の一番大事な死生観が間違った形で後世に伝わることになる。どうか心ある人たち、西郷さんの死の記述に対して自決ではなく人生を全うしたと、私も運動しますけど書き直していただくようにお願いしたい。ここに西郷さんの死生観を私が、書き直したものがあります。死生は人知及ばぬ天の領分。人間の死、生きるとか死ぬとかということは天が司る領分。人間が手を出すべきものじゃない。人知及ばぬ天の領分です。思い煩うことなかれ、それでいろいろ思い煩ったところで天が決めるわけですから、人間である私たちにどうしようもない。お任せです。天にお任せ。自分の姿勢は天にお任せ。ただひたすらに私たちができるのは、今を神聖に生きよう。いいですか。神聖というのは自分の真心に従って人としての真を尽くして生きること、このことに集中してください。西郷さんはそれが言いたいんです。西郷さんのスポークスマンとしてこのことを一番大切なこととして皆さんにお伝えしたい。死生は人知及ばぬ天の領分。思い煩うことなかれ、ただひたすらに今を神聖に生きよ。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。